はい。大和ピアラブです。鬼塚千尋さんの事件の不可解。鬼塚千尋さんは CIA、イルミナティにはめられたかということを お伝えしたいと思います。鬼塚千尋さんの事件は不可解なことがありました。鬼塚千尋さんが救急車を蹴った器物損壊での逮捕。 ということですが、橋本弁護士によると、通常であれば、これくらいでの器物損壊の逮捕ということはないそうです。事件の目撃者によると、 鬼塚千尋さんをわざと怒らせるような言動があったそうです。これらのことから考えて、鬼塚千尋さんは CIA、イルミナティに はめられた可能性があります。鬼塚千尋さんの代表曲である月光という歌は CIA イルミナティに支配された 日本の悲惨さを歌っていました。これは CIA、イルミナティ側からすると、お茶の間に流させたくない曲であった可能性が高いです。 鬼塚千尋さんは2005年の7月にも家のピンポンを不審な男に鳴らされ続けるということもありました。ご視聴いただきありがとうございました。